歩だ。いやー20分の、急坂登りきつかった。いやいや、やっぱり車で来れるということが分かっていても、やっぱり歩いてローレアに登るということにやっぱり意義があると思います、あ、車で来れたんですか。なんかちょっとこちらも見ていただくとたくさんの車が来てます。うわー、すげえすげえ、バスまで上がってこれる。そうです。強烈、なんか聞いてた話と偉い違いね。誰があんなに。私マフラーもですね、コートも持ってきました。セーターも3枚持ってきました。小魚真似したんじゃない。これがローレライの岩の真下ですね。そうです。あれ、標識名前出てました。出てきます。右です。あ、そうです。まあ、ぐるっとあのここですよ、岩の下。あ、はいはい、来ましたね。見えました。見えました、見えました。これはかなりの急カーブですね。川でこんだけカーブがあったらやっぱりすごいですよ ね。ちょっとあのでかい図体の船が曲がれるとは思えないですけどね。コルサってありますよ。クルトのコルサですよ。じゃあ行きましょうか、そろそろ。はい、はい、あのチュリヒによく行くから、はい、7時間か8時間走ってますよね。続けて6時間で行くって言ってましたけどね、チュリヒまで。すぐ遠いとこだったんですよね。あ、はいはい、確かに地図見りゃ ね、結構ありますよね。こうやって離れてるでしょ、そんな簡単には行けないだろうなと思ってたんですけどね。でも行けました。そうですか。ありがとうございます。いやいや、自分で運転してんだから好きなとこ行ってください。今ちょっとあの預金不満です。120キロで制限がされてますね。ね、まだそう、ね、何キロぐらい出してみたいんですか。200出したいんですけどね。200、200は出るらしいですよ。あれはなんだ、事故か、事故って、はい、そそっかしいやつがいたんでしょ。あ、120終わりました。終わった、はい。避けたら出ないとね。せっかく楽しそうと思ったのにな。あ、これ、ちょっとおじちゃんじゃん、蹴るさっしゃ足んないと思うんですけど、まだ出せるとかあると思ってた、ちょっとこうカーブが多いとやっぱり危険ですよね。もたもたしてるやつ。出ますね、うん、前の親父がいなきゃ200まで行ったかもしれないです。そう、あ、120の制限なしだ。いや、まだ行きましたよ、200。本当だ、まだ20は出る。どこに親父が逃げました。よし、あのやっと分かったな。うわー、200キロなんて僕初めてですよ。あの彼の当たりとどういう違いがありますかね。いや、あの全身にですね、はい、あのかなんていうんですかね、こう全身からこう組み上げてくる緊張と恐怖、この入り混じりがですね、ちびってないだ。いやいやいや、最高です。80ですよ。最高ですね。80になりました。ナーセって書いてありますけど。あ、そうか、ナーセか、じゃあいいんですよね。まあ100か、ちょっとあの他の車と同じだったら、はい、今160で出てる、これで、はい、全然分かんないな。最初にこうあのスピード上げていくときにはやっぱりもうベタッていきましたけど、あ、ね、最後に200でのところはやっぱりちょっと下げましたよね。スケがちょっと厳しいかもしれませんけど、ギリギリ220ぐらい出るんじゃないですか。直
線が続けばね、あとちょっとあの適度なあの下り坂を交えて大気温感的な。200キロ2回達成したわけね。もうあの満足しております。ありがとうございます。200ったらやっぱり大台だもんね、一応ね。いやいや、もう初めてですよ。